どうもこんにちは、まなです。皆さん、ボディースーツはお好きですか？なんかボディースーツって聞いたことないなって思って、私はね。なんかボディータイツとか、ボディータイツは聞いたことあって、ボディースーツは聞いたことない。何が違うんだろうみたいな。スーツとタイツ、どうなんだろう、何が違うんだろう。なんかタイツはまあタイツの素材でできてるのかなって思うけど、スーツはスーツってスーツの素材でできてるのかなみたいな。ボディースーツ、まあちょっとわかんないんですけど、今日Amazon でちょっとボディースーツっていうのをちょっと買ってきました。ちょっと今日はそれを紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃじゃん。まあちょっと袋に入ってるんでわかんないと思うんですけど、ちょっと開けてみます。すごいね、ジップロックみたいなのに買ってるじゃない。そうでね、ここにちゃんとボディースーツって書いてある。あ、商品名がそうなんだ、ちゃんと。そう。へぇ、は？タイツじゃね？ボディタイツじゃね？すごい、紐が多いな。これスーツなのかな？触った感じ、タイツ。タイツ。へぇ、あ、でもストッキングにも近いかも。ストッキングとタイツって一緒じゃないの？一緒か。一緒か。うん、そんな感じだね、素材は。ちょっとね、なんかこんがらがってる。こんがらがってるって今言うのかな。言わない。地方で言うぐらいなのかな。都会の人は言わないよね、こんがらがってるって。こんがらがってるって意味はよく標準語で言えば絡まってるだよね。ぐちゃぐちゃになってるとか絡まってる、うん、こんがらがってる。でも言うけど、あれハウルだっけ、こんがらがった呪いだねとかなんか言うよね。あ、ハウルのマクシロ、カルシファーが。ああ、じゃあ標準語なのかな、かっっこんがらがってるって。言わなかったっけ、なんかそれでなんか聞いたことあるなと思って。なんか東京とかに住んでる、都会に住んでる人とかはそういう言葉を使わない気がする。あ、気がするだけで使ってるのかもしれないけど、なんかそんな感じしない、こんがらがってるって。なんかこんがらがってる、田舎で使ってそうな言葉じゃない。まあ俺らが田舎で育ったっていうのが分かっちゃうけどさ。まあね、まあでもハウルでやってるんだったらこれか。いや、ハウルでやってたような気がする、うん、そういう私の聞き間違いかもしれない。そういうセリフがあったんだ、うん、こんがらがった呪いだねっていうのがあった気がするのよ。あ、じゃあ伝わるんじゃない。うん。分かんない人はさ、ハテナになるじゃん、みたいな。どういうことみたいな。これが足だ。この2本が足で、でこれが上。ちょっと着てみないとどうなるか分かんないね。そうね。ね。なんかすごい。分かんないよね。着てみないと。でかっこよさそう。うん。かっこいい感じになりそう。そうそうそう、多分スレンダーな人が着ればかっこいいと。ああ、ちょっと私だからちょっとかっこよくないかもしれないけど。アニメのさ、うん、女の人の悪役みたいな感じの服装になりそう。あ、悪役。あ、悪役の方ね。悪役の方の、うん、なんか色っぽい敵みたいな。ああ、いる、そんな感じのやついるよ、ね。うん、アニメにいるじゃん、絶対いるじゃん。色っぽいんだけど悪役の女みたいな、うん、ああまあそんな感じもするね。うん、いやー、ただそれがね、似合うかどうかは別だよ。似合わないと思うな。うん、もっと背が高いとか、ああ、うん、だったら似合うかもしれない。今回ばかりは胸の大きい人じゃなくて、背が高くてスリムな人が似合うんじゃない。ああ、そうね、ね、多分、うん、だと多分似合うと思う。ちっちゃい方だよな。そう、標準じゃない？158、158って普通ぐらいじゃない？普通？小さくもでかくもない、うん、どっか
がでかいなのかわかんない。170超えたらまあまあだって男の人と同じぐらいだもんね。だよね、女性としては。いやでもそっか、165とかでもでかい気がするけど、女子。ああそうだね、うん、まあいっか。じゃあとりあえず着てみたいと思います。まなちゃん変身。じゃらららららら。いやそれさむずくない着るの。うん、多分ね、手こずりそう。見た感じさ、すごい紐がさ、うん、こんがらかってるごちゃごちゃになってる。どうやって、どこをどう結べばいいか分かんないよね。分かんないね。この紐はどこに結ぶんだろうみたいなさ。うん、え、これパンツ履かなくていいのかな。パンツついてるのそれ。ついてないんだよ。え、いつもついてるじゃん。おお。なんかしらこれどうだろう。マジで。でも足が合ってんなら合ってんじゃないの。だよね、足が合ってんだったら合ってるよね。うん。はあ、なんか疲れたわ。来てるだけなのに。体力なさすぎだろ。え、これさ、下何？あの履くやつ？うん、がついててもいいんじゃねえかなって思うの。いいんじゃねえかなって思うの。口が悪いな。何これ、これで合ってんのマジで。え、こんなんでいいの。めっちゃ疑問じゃん、疑問系やん。多分これで合ってると思うけど、おかしい。本当に？おかしい。だって足が合ってんだもん。合ってるんじゃない。ああ、じゃあ一回ちょっとオープンしてください。やばいよこれ。どういう意味でやばいんだ。ダッサいよ。オープン。は？え？何それ。パンツがない。そう、ないんだよ。え、あるんじゃないの普通。ないんだよ。後ろ向いて、うん、は？ね？これパンツないパターンの服なの。ないよね。え、そうなの。ちょっとあれ見てみね、その注文した画像、アマゾンの。いや、あったと思うんだよね。画像にはパンツが、そこも繋がってたというか。っていうか、なんか、そう。見えないようになってた。ちょっと画像確認しようぜ。うん。はい、今ちょっと画像確認したんですけど、なんだろう、パンツ、これと同じような生地のパンツを履いてましたね。でもついてはいないみたいな。だから自分で買いましょう的な感じなのかなっていう。ああ、パンツは自分で用意しろっていうことか。そうそうそう。あったとか何も書いてないかな。一緒に入ってるとか、うん、書いてなかったから多分入ってはないんだと思うんだよね。ああなるほどね。なんでまあちょっと黒いパンツを探しました。なんですけど、私黒いパンツ持ってなくて。意外とないっていうね。意外となかった。普通あるぜ。普通黒はある。白はないにしても黒は絶対あると思うんだよね、普通の女性。持ってる人多いと思うよ。まあ多いと思うけど。多分ね、半数以上は持ってると思う。うん。2人に1人は黒色持ってる。俺の奥さんだって、いや逆に黒多いもんな。私黒持ってないんだよな。変わった下着しかないからじゃない？子供っぽいのかな。いや、柄物が好きなんじゃない。あ、花とか。あ、ね、子供っぽいんだな。うるさいな。で、ヒョウ柄があったんすよ。ヒョウ柄ね。やばいね。でもいいんじゃない、黒にヒョウ柄は合うんじゃない。ちょっと履いてみたんだけど合うなと思って。意外と。お、自画自賛ですか。うん、いや、そこまで合うってほどでもないけど。まあ、これでいいんじゃないかなって思ったんで、ちょっと履いてます。はい、じゃあこれを見せたいと思います。オープン。おお、ちょっと後ろ下がって、あと一歩、はい、かっちょいいやん。どう、あのさ、ポールダンスとかしてそう。あー、わかる。ポールダンスで踊ってそう。わかるよ。一周して。お、いいじゃんいいじゃん、かっけえじゃん。はい、こんな感じです。お、すごいかっこよさそう。あ、マジさ、アニメのさ、うん、あれじゃん。あの、悪役やん。悪役かよ。悪役女子じゃん。いるわ。ね。か
かっけえ、かっこいいか俺は好きやな、それ。もうちょい背が高ければ。あ、なんかね、ダボついてるんだよね。なるほどね。ここがね、そうちょっと緩んでるんだけど、黒でわかんないかな。あ、膝のところがね、もうちょい身長が高い人向けなんだろうね。そう、こう高い人だったらピシッってなって綺麗なんだろうけど、じゃあ私身長が足んないね。やばい、多分あれだな、背のビッグの虫かな。背のビッグって伸びないよね、あれ。はい、まあこんな感じでボディースーツ着てみたんですけど、どうでしたか？まあ私的には普通って感じ。お兄ちゃんは、いや、いいと思うけどね、俺的には。おー、それはうん、あのね、貧乳の人でもかっこよくね、着れるアイテムだと思う。あー、なんかね、自分から見るとなんか微妙なんだよね。そうかな。真正面から見るとやっぱ違うのかな。うん、俺から見ると自分目線と他人目線みたいな、うん、あ、自分で見るのはやっぱいまいちなんだ。うん、なんか微妙。でもね、やっぱね、いや俺がおかしいのかな。いやでもかっこいいと思うけどな。すごいなんかあの、スレンダーな女性みたいなさ、うん、あー、うん、すごい。だ、本当にそれ細身の人じゃないと似合わないかもね。そうだね、細身でちょっと背が高いぐらいの人がちょうどいいんじゃないかなっていう、うん、なんて言うんだろう、ボンキューボンはあんま似合わないかもね。あー、胸と尻がでかい女性いるじゃん、ね、まあいいんだけど、うん、その人には合わない服っていうか、なんつうんだろう、うん、これは割と痩せてる体型の人じゃないと。そうだね、そう、似合わない気がする、うん、はい。まあこんな感じで、まあもしよかったら、気になった方買ってみてはいかがですか。はい、じゃあ今日この辺で終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。